皆さんどうもこんにちは、ヒカックゲームズです。今日はですね、1月20日ということで、何の日かご存知でしょうか？そうなんです、海外団体旅行の日です。1965年1月20日に日本航空が JAL パックを発売した日みたいですね。はい、なのでこの日にちなんで、僕らもみんなで紙引きして、今日を FP 団体紙引きの日に変えていきましょうよ。はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。もうこの最初の茶番何なんだって自分で思い始めたんですけど、はい、今日もですね、1月20日月曜日ということで、いやー、今週の CS はなかなか熱いのやってきましたので、がっつりやっていきたいなと思います。まあガチャ解説と、あとは僕の方で3回ずつ引いていく形ですね。で、最初にですね、ちょっといくつかお話があって、まずお知らせを見ておきたいんですけど、今週ライブアップデートないみたいですね。なのでおそらく1月23日の週刊 FP はなしになるのかなと思います。いやー、今週さ、カゼミロとかさ、レビッチとか、あとワンチャンロナウドもあったので、個人的には結構楽しみにしてたんですけど、週刊 FP はなしになりそうですね。で、あとはですね、これオープンチャレンジの報酬が、コインから GP に変わってしまいました。これはちょっと秘宝って僕もツイートしたんですが、ちょっとですね、いろいろ整理して、じゃあコインってどういう風に今後なっていくかっていうのを改めて動画にしっかりまとめて、ちょっと僕もしっかり調査して頭の整理してからまとめますので、はい、まあもちろんですね、この事実だけを見るとちょっとショックなところであるんですけど、しっかり動画にしますので、ちょっとだけ待っていただきたいなと思っております。まあ、ただすぐに手に入るコインはなくなってしまったので、ここに関しては特に無課金の方は若干苦しいのかなっていうのは思いましたね。まあここはですね、動画の本題ではないので、今回はですね、軽めに触れていきますね。で、今回の本題なんですけど、今回チョコじゃねえや、イベントじゃないや、なんかこれ、あのシャルケとバイエルンがあったか、そっちをしてしまったけど、今回エージェントということでやってまいりました。バイエルンとシャルケですね。いや、バイエルンがマジで今回やばいんだよな。まあ、前回よりもやばくなってる気がしてますので、はい、今回ですね、軽く両方見ていきたいなと思います。で、まずはシャルケからなんですけど、こちらはですね、初登場のクラブセレクションということで、初登場 CS は純粋に嬉しいですよね。はい、で、特に注目はですね、まあ一番多分知名度的な注目で言うとハーリット選手ですかね。前回ですね、かなり愛用してる方も多かったので、結構注目ではあると思いますね。で、能力も今回結構高くて、まあやっぱスペシャル高いチャンスメーカーいいなとは思いつつ、まあただ今回4とね、落ちてしまってるので、ここだけはちょっと不安要素かなっていうのと、あとはですね、もう一人この選手がかなり強いので、個人的にはマクケニーを狙っていきたいかなって思ってますね。はい、で、バイエルンの方見ていきましょう。で、バイエルンはですね、今回こんなメンツで、いやー、あのね、バイエルンめちゃくちゃいいガチャなのよ。すげーいいガチャで、まずレビーあたりでしょ、で、ノイヤーあたりでしょ、で、あとはコウチーニョもあたりだし、コウチーニョもあたりだし、あと、アラバもあたりで、で、ニャブリあたりでしょ。いや、全員やないかい。基本的にマジで全員当たり。これはですね、まあもちろん好みとか被りとかはあるんですけど、能力値的なところで言えば全員当たりですと。で、ちなみに今回2回目の CS 登場で、前回の CS との比較で言うと、ペリシッチとティアゴ・アルカンタラがいなくなって、コマンとアラバが入ってきたという形ですね。まあただちょっと前回から継続組が多いかなって印象はあって、8人中6人が継続組なので、この継続率は相当高いですよね。大体半分変わるっていうのが一般的な流れなんですけど、ちょっとここはですね、被りリスクがだいぶ高いのかなっていうところですね。個人的にはですね、ゴレッツカとかミラーとかリュカエルナンデスとかからね、1人か2人来てくれるともっといいガチャになったのかなっていうのは思ったりはしますね。で、こんな感じのメンツで、ガチャ優先の話していきたいなと思うんですけど、まあバイエルに関しては A 評価ですね。正直かなりいいガチャかなと思ってて、まあ CS の中でバイエルンとバルセロナあたりはですね、まあメンツの安定度も含めてちょっと別格かなって僕は思ってますので、はい、前回引いてなかった方は間違いなく引いてほしいと思ってますし、はい、基本的には引きでいいんじゃないかなと思っております。まあたださっきも言ったように継続組がすごく多くて、かぶりリスクっていうのはすごい高いので、まあ例えば無課金でコインカツカツで、前回から継続組かぶりなしで3人持ってるとかだとちょっと考えてもいいかもしれないですね。まあその辺はちょっと怖いところではあるんですが、基本的にはですね、かなりいいガチャかなと思っております。で、次にですね、シャルケになるんですけど、シャルケは C 評価ですかね。まあ光る選手は間違いなくいるんですけど、今のですね、すごくいい流れ、いろんな他の FP ガチャと比較するとまあ見劣りする内容ではあると思いますので、基本的にはスルー安定でいいんじゃないかなと思っております。まあただですね、能力として面白い選手はいるので、ぜひですね、明日のレベルは比較とかも見ていただいて、引くか引かないか判断していただきたいなと思っております。はい、ということで今週もですね、ガチャ引いていきたいなと思います。最近ちょっとね、紙引きが続いているので、そろそろなんか痛い目に遭いそうな気がしてるんですよね。はい、ということで、まずはですね、シャルケから引いていきたいなと思うんですけど、まあシャル
家はマクケニーか、ハリットかな、この2人が当たればバンバン財って感じなので、はい、それを狙って引いていきたいなと思います。さあ、まずは録画できてる？ OK、 録画 OK、 あの指差し点検で録画 OK、 録音 OK、 比較 OK ということで一発目いきましょう。さあ一発目、さあ誰が出るでしょう。まあでもね、ちょっと背番号でわかんないかもしれない、ごめん先に言っとくわ。あ、そっか、その他ヨーロッパに落ちるのね。なるほどなるほど。さあ一発目は誰？うおえうおえうおえ、ゴールドボール、ゴールドボール一発目から打ち抜いていったね。モブ顔だし、うお、何後ろ、あ、ミランにしたからか。そっかそっか、最近ミランにしてるんですよね。おけに一発目からゴールドボール、おお、マジかマジかマジか。ちょっと待ってくれ、まさかの今週の CS の中で唯一の金玉打ち抜いていったからね。なるほど、ありがとうございます。さあ次行きましょう、切り替えてね。うん、オッケーオッケーオッケー、2回目行きましょう。おう、さあ、用意してきました。先週売却したので多分流れ変わりましたね。はい、ということで2回目いきましょう。お願いします、シャルケシャルケ、シャルってくれシャルってくれ。さあ頼むよ、黒、まず黒見えよ、まず黒見えるのは最低限最低限大前提、いきましょう。ゴー、おー黒きた、オッケー。さあしかもフィールドプレイヤー、これ誰だ、19番は、あー、ブルックスタラーかな。この顔は、この顔はブルックスタラーと信じたい。いきましょう、ゴー。おー、ブルクスタラーでしたね。ありがとうございます。まあ、ポストプレイヤーで希少性はまあまああるんですけど、まあ、僕はチェコ使うかなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。なるほど。なるほど、なるほど。まあ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 、3回目いきますか。まあ、バイエルンが本番だからね。さあ、最後いきましょう。ハリット、マッケリー。ハリット、マッケリー。最近、髪の毛の流れ続いてるから、お願いします。波に乗っちゃって、波乗りピカチュウ。おー、来た。黒玉、6番。お、6番は誰だ、やばい、わかんねえわかんねえわかんねえ。さあ誰、雨の日も、あ、マッケル来た、来たんじゃない、マッケリー来い。マスカレル、ママで会ってた、ママで会ってた、ありがとうございます。さあということで、今週勝負のお時間やってきました。ここがマジで本命で、ただね、僕ね、もう今ね、崖っぷち、ぶっちゃけ崖のその先で引いてるような感じなんだけど、前回ですね、レビー、コウチーノ、そしてキミヒ当たってるんですよ。いや、前回さ、珍しくバイエルンで比較しなかったのか、ここでツケが回ってきたわ。ということは、8分の3はですね、世代を超えて比較するので、その選手たち以外でいこう。さあ、行きましょう。マジでその選手以外でいこう。本当に初ゲット欲しい。で、特に欲しいのは、パバール。パバール、いや、ノイアーも欲しいな、普通に。ノイアー、パバール、あとはコマン。コマンも普通に欲しい。行きましょう、一発目頼むよ。バイエルン、バイエルンだけは完璧させてくれ。行きましょう、ゴー。さあ、ノイアーでも全然いい、僕は。お願いします、さあお願いします、頼む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 。カンテ、ルーベン、当てた男が挑む、来い。さあ誰、何番何番、5番、5番は誰だっけ、おー、パバールじゃない。オッケー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 、パバール打ち抜いていく、素晴らしい一発目から。いや、狙いきたね、ベンジャミン・パバール選手、ありがとうございます。よし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 、いや、あるぞこれ、流れあるぞ。いや、もしかしてかいくぐって、全部かいくぐっていくか。さあ2回目いくぞ、もう連続でいこう。この流れを途絶えさせちゃいけない。いや、いける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 、流れを途絶えさせるな。さあ2発目、かぶるなかぶるな、レッツゴー。お、来た、お、ん、ナンバー見えない、よく見えないよ。コーチーノ、コーチーノ被っていく。いや、まあね。まあ、そうだろうなとは思った。しっかりと前回の持ってるからね。まあでも今回は一応強化版コーチーノではあるんだっけ、確かそうですよね。まあなので、まあ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 って感じ。はい、かわいいね。なんかアイコンよく見るとかわいい。なんか。はい、コーチーノ選手ありがとうございます。さあ、まあまあまあ、今。いっぱいって感じかな。1世代比較1発あたりなので、月か勝負と言っても過言ではない。パバール5番、コウチーニョ10番、レバンドフスキ9番、キミヒが32番なので、このナンバー以外が出れば OK。 いや、もうマジすごい、待って、気づいた、全てが今 50-50 だわ。待って、これここでマジで当てる男になりたい。いや、ここで被らず引けるか、いいガチャ結果が出せるかが、なんか試されてる気がしてきた。行くぞ、お願いします。ラスト、泣いてもらってもらったら、行きましょう、ゴー。さあラスト、お願いします、頼む、本当にラスト、お願い、誰来る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 、お願いします。さあ、青い海に、青い海に赤を描いていけ。5番、パバール、比較していく。ちょっとせっかく当てたなら、せめてレベマンになってもらうわ。
まあ、せめてね、せめて比較したならレベマになってくれば全然いいかなみたいなところはある。そうすればさ、節約、トレーナーの節約にはなるからさ。さあ行きましょう、お願いします。パバールの意思を受け継いで、パバールの意思を。まあこれでレベマになれば比較してよかったと、ああなってよかったなって思う新規選手を。10レベは嘘だろ。